了解。前方にいるエンジェル隊と接触したのは巡洋艦に。駆逐艦タイプに。俺たちの後ろから現れた奴らは巡洋艦に。駆逐艦。そして正体不明の大型艦が一隻か。おそらくこのでかいのが敵の機関だな。数が多いのはともかくとして、足の速い駆逐艦が混じっているのが厄介だ。エルシオールの速度でも振り切れるかどうか。どうぞ紋章機を何機か戻してみるか。誰に向かって言ってんのよ。あんたこそドジ踏まないでよね。了解ですわ。お任せください。了解しました。こっちを早めに片付けて助けに行くから、そっちも頑張りな。もう一度作戦内容を確認するか。了解。後方の敵艦隊から通信です。回線つなぎます。まんまと罠にかかりおったな、愚か者どもめ。覚えていてくれたとは光栄だな。この前は不覚を取ったが、今度はそうはいかんぞ。覚えとらんかったのか。ほらあいつだ、この前エルシオルと合流した時に戦った寝返り野郎。ちょくるつもりか。ヘラズムチよ、その余裕はいつまで続くか見物だな。我々が前後を挟み撃ちにしてくるとは予想していなかったである。頼みの綱の紋章機おとりと交戦して、あれ 1,2,3,4 一気足らんな。やった、一番機ラッキースター、エンジン回復、発進できます。なんだと、わざと一機を温存していたというのか。騙したな。ちょっと違うんだけどな。運はまだ俺たちを見放していなかったようだ。了解、ミルフィーユラッキースター発進します。
おのれ、騙したな。罠にかけるとは卑怯なり。それを言うなら、そっちのハサミ撃ちの方だろ。ミリピー、みんなが前方の相手を片付けるまで後ろは頼んだぞ。はい、さっき出られなかった分まで頑張ります。はい、タクトさん。目標からの攻撃をかわしました。もう一度行ってくる。タクトさん、どうしたんですか？よし、命中当たった。よし、次行くわよ。効果的なダメージを与えられました。申し訳の敵ではございませんわね。はい、ミルフィーユ行きます。攻撃外れました。今のグッドな攻撃見てました？よし、メイクも効いたみたい。よし、もう一息。はい、ミルフィーユ行きます。攻撃は回避した。今度はこっちから行くよ。指示のおかげですわ。はい、タクトさん、見えた。攻撃に少し狙い出されましたわ。あ、でももしかして私の活躍を見たいんですか？当たった。よし、次行くよ。耐久度が低下してる。申し訳ありません。まだなんとかなるか。はーい、ミルフィーユ行きます。はい、ちょっとお任せください。効果的なダメージを与えられました。今日はいっぱいお役に立てると思いますよ。三番機、被弾しましたわ。損傷は軽微ですので、ご心配なく。今日は絶好調なんです。タクトさんのおかげですね。回避に行く。このくらい平気ですわ。タクトさんに見ていてもらえたら100人力ですよ。
この程度の攻撃では私を止められませんわよ。見られてると少し恥ずかしいですね。でもタクトさんに注目してもらえて嬉しいです。攻撃に移りきます。ハイパーキャノン。攻撃を回避できました。絶好調です。了解です。今すぐ行きます。今の攻撃をかわしただと？これほどの機動力があるとは。おれ、まあ、タクトさん、私をご覧になっているんですね。もっと撃ちまくれ。目標を確認。攻撃に移ります。我が輩の攻撃を避けるな。今日の私は絶好調ですが、大物めが戦略に立てると思いますわ。攻撃を回避。回避されたか。機体強度 50% 以下に低下。もっと撃ちまくれ。そろそろ危険かな。カンフーファイター了解。了解、行動を開始します。何？外れただと？攻撃システム、もっとよく狙え。目標の修理を完了しました。はい、応戦のままに。ミエさん、攻撃に移るわ。突撃でありましたよ。ライヤーダンス。最小限の攻撃で最大限の攻撃。我ながら今のは見事でしたわ。この我が輩が。目標すべて撃破しました。よし、よくやった。この宙域を離脱するぞ。なかなか見事な指揮ぶりだったぞ、タクト。その調子で今後も頑張ってくれよ。本当に大丈夫かね。エンジェル隊、ただいま離散しました。タクトさんの指示のおかげでまた勝てました。ありがとうございます。私の方は問題ありませんでしたわ。タクトさんの指揮が適切だったおかげですわね。司令官殿もお疲れさん。今度は私にももっと獲物を分けておくれよ。おかげさまで勝利できました。感謝します。まあざっとこんなもんよ。あんたも勝てたことは評価してあげるわ。でもそもそもミルフィーが最初から出撃できていればもっと楽に戦えたのにね。ごめんね、ランファ。いえ、そんな。うん、どうやら司令官殿はミルフィーの扱い方が分かってきたみたいだね。ミルフィーさんの機体があれほど安定した性能を発揮していたのは珍しいですわ。ミントひどいよ。私だってやるときはやるんだから。これならこの先も少しは安心できそうだね。こんな馬鹿げた戦争ごっこを早いとこ終わりにしちまおう。失礼いたします。芝王子より書状を預かってまいりました。お受け取りください。皆様にお届けするよう仰せつかっただけですので存じません。では
私はこれで。シヴァ王子から直々のメッセージだって。何が書いてあるんだ？見せて見せて！皇族の人からのお礼状なんて滅多に見られるもんじゃないわ。ランファさん、この場合は北条と言いますのよ。北条でも何でもいいから早くこっちまで回してくれよ。ま、シヴァ王子にそう言われたっていうことはかなり名誉なことなんじゃないか。それは以前ミルフィーさんが行った演習のことですね。ですが、互角に渡り合ったという評価は正確ではありません。あの時、ミルフィーさんの相手を務めた船は、なぜか2隻とも演習開始直後にシステムに異常が発生し、ミルフィーさんが一度も攻撃しないうちに勝手に衝突して戦闘不能になったのです。紋章機にそれだけの性能がないとは言いませんが、その話に関しては間違った情報が噂として広まったものと思われます。そうなのよ。それで演習自体が中止になるし、私たちまで後始末に駆り出されるしで大変だったわ。あの時の演習もミルフィーの運が働いたんだろうね。そうなんです。いいこともあれば、悪いことも。え？でも、私は自分で運を変えられるわけじゃないです。周りの状況が勝手にそうなるだけで。はい、私もまた行きたいです。